ペゲバジャール宮崎全力応援番組ペゲバレイディオ J での挑戦始まりました。 MC の甲斐杏奈です。この番組はペゲバことペゲバジャール宮崎の魅力をがっつり発信していく60分の番組です。本日も宮古シティ3階のスタジオから生放送でお届けします。皆さん今週もよろしくお願いします。そしてあっという間に11月最後のペゲバレイディオということになりました。毎日ね寒い日が続いてますけれども、皆さん風邪などひいてないでしょうか。あったかくして今週も1時間お付き合いください。番組オープンスタジオで観覧していただくこともできます。この後9時までの生放送です。よかったらですねぜひ観覧の方もお待ちしておりますよ。あ、もうこのゲスト選手だから今日は観覧に行こうっていうサポーターの方もね、あのツイッターとかチェックしてたらいらっしゃいましたよ。もうたくさんのサポーターさんにいます。こんにちは。ぜひぜひ1時間ゆっくり楽しんでいってくださいね。ということで皆さんお待たせいたしました。今週もゲスト選手の方お越しいただいております。自己紹介お願いします。はい、背番号23番の徳永雄大です。よろしくお願いします。緊張してます？めっちゃ緊張してます。結構久々なんで。そうですよね、はい、結構久しぶりに来ていただいたかなって思うんですけれども、あのじゃあまずはちょっとマイクを正面にちょっと、はい、向けていただいて、はい、あ、そんな感じでバッチリでございます、はい、よろしくお願いします。あの今日も相方さんは、はい、相方さんはいらっしゃらないんですか？はい、どうですか相方さん。奥田選手は、いないですよ。相方じゃないですよ。なんかよく2人でやってないですか、はい、何かしら。そうっすか、何かしら、あー、パフォーマンスとかですか？パフォーマンス、そうですね、確かにやってます。今日は一人ということでいろいろお話伺っていきたいと思います、はい、番組ではテゲバサポーターのあなた、まだそうではないあなたからの質問やメッセージお待ちしています。メールの宛先はリクエスト@3fm.co.jp、 サンシャイン FM が聴けるスマートフォン専用アプリ FM ペラペラからは簡単にメッセージお送りいただけます。無料アプリなのでアルファベットで FM、カタカナでプラプラと検索してぜひインストールしてください。またツイッターではハッシュタグテゲバとつけてつぶやいてください。そしてツイッター限定ハッシュタグ勝手に一曲目予想っていう企画、徳永選手知ってますか？知らないです。知らないですか、はい、知らないんですか、はい、何ですかそれ。本当ですか、はい、あの番組が始まる前に、はい、この後番組の1曲目の曲が流れるんですけど、はい、何が流れるかを予想して当てた方には、はい、このテゲバのグッズであるステッカーをプレゼントしますっていう企画なんです、はいはいはい、僕が当てるんですか？僕は当てない。あ、僕当てないですか？誰が当てるんですか？サポーターが当てたんですね、はいはい、僕が当てるって言ったのは徳永選手初めてだったんですけど、はい、あ、当ててくれてもいいですよ。あ、僕も予想していいってことですか？はい、なんだと思いますか？もうこの後かかるんで。ちなみに誰が選んだ？選ぶ？今後ろにいらっしゃる番組スタッフが、徳永英明の壊れかけのレディオでしょ。はい、おー、おー、はい、それは僕が徳永だからってことですかね。そうですね、はい、なるほど。じゃあね、徳永選手の予想の曲かかるんでしょうかね。はい、ぜひあのこれ番組オープニングで締め切りとさせていただいているので、また来週以降もございますので、参加できなかった方はぜひ来週以降もご参加ください。まもなく1曲目かかりますのでね、楽しみにお待ちください。皆さん今週も1時間お付き合いよろしくお願いします。テゲバジャール宮崎全力応援番組テゲバレイディオ J での挑戦。この番組はテゲバジャール宮崎を全力で応援する新富町株式会社名工社宮工シティ有限会社小木田の提供でお送りします。電気、水道、空調、太陽光、リフォームなど暮らしの困っていることは名工社にご相談ください。名工社の優秀な技術スタッフがピカッと解決します。相談はフリーダイヤル 0120-786-640、 悩む無用と覚えてください。 T ポイントも使えます。皆さん、新富町といえばレンコン、赤ウミガメ、サーフィン、キュウリにピーマン、ちりめん、ライチ、そしてテゲバー。子や孫たちが帰ってきたくなる町へ、新富町はテゲバジャーロ宮崎を応援しています。Tirar a la puerta. ¡Gol!
marcar un gol. Gol, 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 gol. Gol, gol. Golazo. Queremos ver muchos goles de Teje Bájaro. Cogito está apoyando a Teje Bájaro Miyazaki.全力応援番組テゲバレイディオ J での挑戦。さあ今週の1曲目、田中誠二でビューティフルサンデーをお届けしました。残念ながら徳永選手の予想は外れてしまいましたね、はい、惜しかったね。いい線いってたんですけどね、はい、そのラインなんてちょっと懐かしい感じの曲をお届けしているんですけれども、なんでこの曲にしたかっていうのをちょっと聞いてみたところね、素晴らしい日曜日になるといいなっていう、そんな思いが込められているんだそうです。本当にそうですね、はい、さあということでハッシュタグ勝手に1曲目予想、正解者の方いらっしゃるんでしょうか、どう思います？いやこれはいないですね。いないですか、はい、なんと、はい、正解者の方なんと絶対おらんやん、いらっしゃいませんでしたはい、ということで、ただ今ハッシュタグ勝手に1曲目予想ってやってるんですけど、選手の方に毎週、曲もリクエストいただいてるじゃないですか、はい、徳永選手からも、リクエストいただいたんですけど、それを、当てようっていう、はい、ハッシュタグ勝手に2曲目予想っていう企画をですね、サポーターの皆さんが立ち上げ今やっと番組に周知されたところなんですけど、はい、どうします、徳永選手の曲を当てた方がいたら、はい、いやもう僕が自腹でステッカープレゼントします。このステッカーを、はい、プレゼントしてくださるんですね、はい、じゃあ徳永選手の曲まだもうちょっと後にかかりますので、ぜひ皆さん、はい、徳永選手の、曲かかるまでに何の曲を番組にリクエストしたのか、はい、いっぱい送ってください。いっぱい送ってください。徳永選手が自腹でステッカー買ってくださるそうですので、はい、はい、ということで、お一人1ツイートにしましょうかね。はい、ヒントっすか。ヒント、ヒント難しいですね。おー難しい。え、どうやって出します？そうですね、まあ難しくないですか。なんかのこう主題歌ですとか。あー、いや、なんかの主題歌になってるんですか。知りません。難しいな。徳永選手とはなんか、あ、けど、うん、じゃあ関西出身の人です、はい、の、はい、女の人です。おお、関西出身の女性アーティスト、はいはい、じゃあヒントは以上ということで、はい、出しすぎたかな。自腹かかってますからね、はいはい、ということで、ぜひ皆さんハッシュタグ勝手に2曲目予想ですね、こちら徳永選手がリクエストした曲は何なのか予想してツイートしてみてください。はい、これも男に二言はないですので、そうですね、ちょっと言ってないですよとか後で言わないでくださいね。頼みますね、はい、はい、ということで、ハッシュタグ勝手に1曲目予想のコーナーでした。ではここからはテゲバプレイバック参りたいと思います。今日は11月21日に行われた明治安田生命 J3 リーグ第28節、テゲバジャーロ宮崎対カターレ富山との対戦をプレイバックしていきます。この日のスターティングメンバーはゴールキーパー石井、ディフェンダー綿引、大畑、大、奥田、ミッドフィルダー渋、前田、徳永、渡辺、フォワード藤岡、梅田というメンバーでした。さあ J3 リーグも残り2戦、この試合に勝って熊本との首位決戦に挑みたいテゲバ、カターレ富山とも上位対決ということでお互いに負けられない一戦でしたね。この試合への意気込みいかがでしたでしょうか。そうですね、もうその時点では自力で優勝っていう狙える位置にいたので、アウェーでしたけど必ずしたい試合だったんですけども、まあ、悔しい敗戦になったっていう感じです。はい、じゃあそんな戦いを前半から振り返っていきます。はい、前半攻守のバランスを取りつつ先制点を狙うテゲバ、この試合も連動したパスサッカーを展開すると、前半終了間際前節2ゴールを決めた前田選手がこの試合も鮮やかなミドルを決めて先制、1対0で前半を折り返します。さあこの前田選手のゴール、相手キーパーもちょっと反応が追いついていないほどの鮮やかなゴールシーンでしたけれども、はい、徳永選手から見ていていかがでしたか。
そうですね、結構普段からあの位置でのミドルの練習してるんで、そんな普段から結構いいシュート入ってたんで、もうチームメイトからしたら驚かないですけど、おー、彼ならやるだろうなと思っていたというところですね、はい、そして試合終了間際の得点でしたけれども、これはやっぱりもう最後はシュートで終わろうっていう、やっぱそういう意識だったりもあったんですかね。そうですね、なんか前半結構いい形でボール持ってて詰めてたりしたんですけど、シュートの数が少なかったんで、うん、まあ、前半グラウンドの中でピッチ内でシュートをもっと増やしていこうっていう話が出てたんで、はい、それが生んだゴールかなと思います。話し合っていたことが得点につながった、はい、ということですね。そして先制点を挙げて前半を折り返しました。前半は、まあ、先ほど徳永選手もおっしゃっていたんですけど、テゲバがペースを握っていたかなと思います。前半振り返っていかがでしょうか。そうですね、前半いい形で、もう入りあんまり良くなかったんですけど、その後テゲバの方がボール持ってたし、攻撃もできてたんですけど、できてたし、終了間際に1点も取れたんで、結構前半としてはいい形で終えれたかなと思います。後半に向けては、まあ、その前半のいい流れを継続していこうという話でしたか。 そうですね、はい、その後半を振り返っていきたいと思います。後半に入って選手を交代してきた富山に対して、テゲバは堅い守りでゴールを守り、カウンターから追加点を狙います。徐々に富山ペースで試合が進む中、66分相手のミドルが決まってしまい、1対1の同点に。勝ち越しゴールを狙うテゲマも大熊選手、橋本選手を投入します。しかし87分相手のコーナーキックからピンチを迎えると、逆転のゴールを許してしまいます。残り少ない時間でのゴールを狙うため、大選手を前線に上げて攻め込みますが、試合はこのまま1対2で終了。悔しすぎる敗戦となり、熊本が勝利したため、テゲバは2位と順位を落とす結果となりました。さあ、この2失点、あのテゲバの課題にもなっているミドルシュートであったり、セットプレーでの失点ということになりました。後半はちょっと前半と変わって押し込まれるシーンもあったのかなというふうに思うんですが、後半全体振り返っていかがでしょうか。そうですね、後半相手がフォワード1枚返ってきて、そこがすごく、そこに収められたというか、相手も勢いを持って入ってきたんで、これにちょっと押し込まれたっていう、後半の立ち上がりから、なんか僕たちもそれを跳ね返す力もあまりないまま試合終了してしまったかなと思います。後半はまあちょっと、そうですね、すごく、まあ、自分たちのミスから、ちっちゃいミスが続いたんで、そういうミスから相手のペースになっていったかなというふうに思います。これはもう最終節にまたちょっと課題を修正して、そうですね、はい、まあ、悔しい一戦ということに、90分全体でテゲバのサッカーができるようにやっていきたいな、はい、はい、そんな次節、テゲバの今シーズン最終節であり、優勝のために絶対に負けられない戦い、11月28日日曜日、ホーム首位ロアッソ熊本を迎えます。この試合でテゲバジャーロ宮崎には集大成ともいえる戦い展開していただきたいと思います。意気込みをお願いします。そうです、ホーム最終戦ですし、1位と2位対決ということで、もう絶対に負けられない試合だと思うん で、まあ、このチームでやるのも最後なんで、絶対に勝って終わりたいなと思います。はい、あのサポーターの皆さんもね、ちょっとシーズンの終わり頃になると、やっぱちょっとこのね、今のこのメンバーでちょっとできるのが最後になってしまうっていうのは、また上がってくることなんですけれども、まあ、選手の皆さんもこの1年間1シーズン通して戦ってきた仲間との最後の戦いということになりますので、ぜひね、あの最高の週末と言えるようなそんなゲームをしていただければと思います。皆さんも熱い応援をよろしくお願いします。以上、テゲバプレイバックでした。電気、水道、空調、太陽光、リフォームなど、暮らしの困っていることは明光社にご相談ください。明光社の優秀な技術スタッフがピカッと解決します。相談はフリーダイヤル 0120-786-640、 悩む無用と覚えてください。 Tポイントも使えます。友達の街、友達の街、
ザメ、サーフィン、キュウリにピーマン、ちりめん、ライチ、そしてヘゲバー。子や孫たちが帰ってきたくなる町へ、新富町はヘゲバジャーロ宮崎を応援しています。ヘゲバフェイス。ヘゲバジャーロ宮崎全力応援番組、テゲバレイディオ J での挑戦。さあ、ここからはテゲバフェイスのコーナーです。改めまして、本日はテゲバジャーロ宮崎より背番号23番徳永雄大選手にお越しいただいております。よろしくお願いします。お願いします。もうね、こう和気あいあいとして、はい、観覧のサポーターの方ともちょっと盛り上がっておりましたけれども、はい、先週前田選手ゲストで来てくださった時に、はい、サポーターの皆さんがまたたくさんいらっしゃってて、はい、すごかったんですよ皆さん、はい、この画面っていうか、はい、ガラスにね、めり込むんじゃないかっていうぐらいの、ね、勢いで前に来られてて、はい、で徳永選手が、まあ、ブースにインされた時に、はい、結構皆さんね、はい、ベンチの方に、はい、座っててあらと思ったら、はい、ね、何かを皮切りに、はい、全員前に来られて、はい、そしてさらに徳永選手のね、横断幕も掲げて、嬉しいですね。嬉しいですね。なんか私いつも放送席からこうピッチを見ることが多いんですけど、うん、こういう横断幕ってやっぱ目の前で見るとすっごい大きいですよね。そうですね、大きいですね。うん、ぜひ僕もこの名前結構ゴール裏のいい位置にあるんですよ、いつも。しめしめと思ってるんですか、いつも。しめしめと思ってます。いい位置に、はい、いい位置あるわ、はい、選手の皆さんやっぱそういう形質の位置とかも結構チェックされたり、はい、あのチェックするあるのはまあ絶対見ますよね。そうですね、あるのは絶対見ますね。でも徳永選手はいい位置にあるしめしめだ、はい、そうなんですね。じゃあ持ってきてくださって、ぜひね、今週末の試合でもこの弾幕に向かってでもゴールを決めていただければなと思います、はい、さあということで徳永選手、ちょっと調べてみたらラジオは3月18日の放送以来のご出演、結構久しぶりですよね、はい、開幕してます。そうです、そうです、開幕戦を終えた翌週の出演で、まあ、テゲバーでは初めての J リーグでの戦いを、まあ、終えてからの出演ということで、そして今日はもう、はい、最終節を残しての出演ということで、まあ、あの時とまた今では全く、はい、まあ、ちょっと心境だったり気持ち的にも大きく違うんじゃないかなと思うんですけど、どうですか、そのあたり。そうですね、でも個人的には結構 J3 でこのチームでやれる自信あったんですけど、はい、でも周りからしたらこの順位で最終節迎えれると思ってなかったと思う、うん、まあ、そこのなんか立場、立ち位置というか、ヘゲバジャーロ宮崎の知名度っていうのはこの1年間ですごく変わった部分かなと思います、うん、一番最初に、まあ、クラブとして掲げていたのが、はい、まあ、リーグ7位っていうところを、はい、まあ、今本当に最終節残して優勝争いに絡めているっていうところで、はい、本当になんかこの J3 のカテゴリーだけじゃなくても、まあ、テゲバの注目度がすごくまたじわじわと上がってきてるんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、まあ、徳永選手的にはもうこのテゲバっていうチームで、まあ、J3 でもどんどんやっていけると思ってたっていうふうにさっきお話されてたんですけど、はい、どうですか今シーズンのテゲバをここまで振り返っていかがでしょうか。そうですね、結構 J3 の中でも、まあ、攻撃的なチームだと思っていて、まあ、1点取られても2点取るというか、2点取られても3点取れるチームに強くなってきてるなっていうのを感じます。はい、今シーズンやっぱりこう見ていても本当にいろんな選手が得点を上げているなというふうに思うんですけど、うん、そうですね、はい、どこからでも得点が期待できる、そうですね、ね、勝ち越されてもさらに勝ち越し返すその力がついてきてるということですね、はいはい、徳永選手といえば3月の富山戦ですね、富山戦でテゲバを J 初勝利に導いた、はい、ファンタスティックなゴールをはじめあれ本当に時間が止まったって
言ってる方もすごく多かったんですけど、まあ、そういったゴールをはじめ見ていて本当に見てる人がワクワクするようなプレーも本当に持ち味の一つだと思うんですけど、まあ、さっきはテゲバジャーロを振り返りましたけど、ご自身の今シーズンをここまであと一節ありますけど振り返っていかがですか？そうですね、個人的にはチームを助けるプレーだったり、まあ、攻守ともに、走り回ってっていうのをやってたんですけど、まあ、個人的にもうちょっと結果がついてこれればなっていうのが本音だったんですけど、はい、チームがこうやって結果出してるので、まあ、そこはチーム優先で、チームの勝利優先で、プレーするのが自分らしいプレーだと思ってるんで、まあ、そこはずっと追い求めていきたいなと思います。ただご自身としてはもっと、はい、そうですね、よく言えばもっと得点アシストにもっと絡めれば、うん、やれたはずだということですね、はい、これはまたね、あの来年の徳永選手の活躍も期待したいところなんですけど、徳永選手は今季ここまで27試合すべてスタメン出場している、はい、されてますよね、はい、それなんかやっぱ力といいますか、まあ、あの怪我だったりとかでそれを継続できないっていうパターンであったりいろいろあると思うんですけど、はいはい、27試合全スタメン出場、はい、それを支えたものって何だったんですかね？支えたもの、うん、だったり、あとは、はい、まあ、徳永選手のパワーの源であったり、パワーの源ですか？コンディションを維持するっていうのも、はいはい、やっぱり、ね、あの簡単なようで簡単なことではないのかなというふうに思うんですけど、まあ、そうですね、けどなんか支えたものっていうより、まあ、結構さっきも言ったんですけど、自分のためっていうよりチームのためにっていうところを優先的に考えた中で、まあ、プレーだったり私生活からやってきたんで、まあ、そういうところが現れた結果かなと思います。うん、テゲバジャーロは選手の皆さんもすごくこう 仲がいいっていうか絆も強いイメージがあるんですけど、はい、やっぱり徳永選手だけじゃなくて他の選手の皆さんも一人一人がそういう意識を持っているのが、まあ、今のこの好調につながってるっていうのもありますよね。はい、メッセージたくさんいただいてるので、はい、メッセージご紹介したいと思います。ラジオネームニューリッチタウンさんからです。ありがとうございます。徳永選手、安田さん、こんばんは。カターレ富山戦お疲れ様でした。次節はいよいよ最終戦で九州ダービー、しかも優勝には絶対負けられないテゲバと J2 昇格を決めたいロアッソ熊本さんとの試合、もう昨日ぐらいから興奮して夜もなかなか寝つけません。だいぶ早いですね。熊本戦勝利には絶対に徳永選手の力が必要なので、ぜひ熱い意気込みを聞かせてもらえれば嬉しいです。そうですね、九州ダービーっていうのと天王山対決っていうのと、まあ、すごいいろ最終ホーム最終節っていうのと、すごいいろんな意味合いをこねた熱い試合になると思うんで、まあ、僕たちも今週練習から気合入って、多分選手たちも興奮してると思うんで、その興奮をエネルギーに変えて絶対に勝ちたいと思います。熊本さんも同じ勢いで来ると思うので、はい、そうです、これはまたかなり熱い戦いになりそうですね、はい、まあ、あのチケットも完売しているということですので、ぜひ皆さん来られる方はですね、もう心して体調万全に整えて話出さないように気をつけて来ていただければなと思います。ラジオネーム北極熊さんからいただきました。ありがとうございます。久しぶりの特訓ゲストにウキウキしています。梅田選手がゴールした時に奥田選手と楽しそうにしている姿が癒しです。あのダンスは誰が提案してるんですか？あのダンスは、ダンスですか？あれはそうですね、 TikTok から毎回撮ってきてるんですけど、はい、誰がっていうのは3人で話し合って、うん、今日はこれにしようかっていうのを決めてます。結構入念になんか、はい、あ、結構ミーティングしてます。結構1回目がちょっと雑で、はい、なんか伝わりきらなかったんで、あー、ちょっとミーティング重ねました、うん、ちょっと反省点も出して、はいはい、毎回ちょっと良くなっていってるってことですね。じゃあちょっと最終節はまた、そうですね、また、はい、大掛かりなやつに楽しみにしてもらえる、はい、もうミーティングやったんですか？ミーティングある程度してます、はい。わかりました。いっぱい見たいんでね、ワンパターンだけじゃないと思うので、はいはい、たくさんゴール決めてくださいね。そして続きがございまして、試合ではアシストやゴールにつながるプレーをたくさんしている特訓、そろそろ特訓ゴールあると思います。
その予感しかない。熊本戦でゴールしてまたメインスタンドに最高の笑顔をくださいね。そして、同じ方もう一つ、熊本戦で最後の試合になりますが、徳永選手が一番心に残っている試合はどの試合ですか？心に残っている試合、印象深い戦いは。そうですね、でも開幕戦とかもまだ鮮明に結構覚えてますし、最近で言ったらこの前のホーム戦の岐阜戦とかは、すごいいい試合だったなっていうふうに思って、覚えてます。開幕戦は緊張しましたか？いや、なんか僕はあんまりしなかったんですけど、結構周りがしてるイメージだったので、なんか引っ張っていかないとっていう風な思いでプレーしたのは覚えてます。やっぱりそういう姿、他の選手の姿とか見つつ声かけたりとかしてたんですか？そうですね、声出すことは結構常に心がけてやってるんで、なんか別に変わったことをやったかっていうとそうじゃないですけど、常日頃からそういうの意識しながら取り組んでます。声かけも欠かさない、まあ、ちょっと雰囲気を、ムードを作る、そうですね、ムードメーカー的な役割も担ってるっていうことですね。さあ、もうちょっとメッセージだったり紹介していって大丈夫ですか？はい、ラジオネーム港もさん、ありがとうございます。徳永選手こんばんは。今シーズンも残り1試合になりましたね。最終節の熊本戦ではあのノブさんがゲストということで、テゲバにとってはユニスタで初勝利を挙げた試合、そして徳永選手のあの芸術的なシュートが思い出されます。ぜひぜひまた技ありシュートを決めてテゲバを勝利に導いてください。ところで残りあと1試合という今、試合に向けてどんな心境ですか？楽しみ？プレッシャー？率直なお気持ちを聞かせてください。熊本戦も全力で応援します。頑張ってください、いただいております。どうですか、残り1試合に向けての。そうですね、その緊張とかはないですけど、楽しみの方が大きいですけど、楽しみ8割、寂しさ2割って感じですね。あ、そうですよねでもなんかその寂しいっていう言葉が聞くサポーターの皆さんも、自分たちだけじゃないんだなっていう、そうですね、なんか心がね、なんか一緒なんだなって思えるんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、そうですね、今週末はそうノブさんが、また後でインフォメーションのコーナーでも詳しくご紹介するんですけど、ノブさんがゲストで来てくださるということで、演技もそうですね、とてもいいですよね、ホームで。綺麗なゴールかわかんないですけど、泥臭いゴールでも決められればなと思います、まあ、あのノブさんのご加護がありますのでファンタスティックゴール決めてほしいなと思います、さあ、まだまだメールいただいているんですが、一旦曲をお届けしたいと思います。さあ、ということで、皆さんお待たせいたしました。ハッシュタグ2曲目予想、ここで締め切りとさせていただきたいと思います。徳永選手が予想した曲、今回特別にですね、徳永選手のご好意で当てた方がいたら自腹でプレゼントするっすよっていうことだったんでちょっと徳永選手から曲紹介いただきましょうかね。アーティスト名と曲名を続けてお願いします、あいみょんのハートです。ではお聞きください。テゲバコネクト。さあ、ということで、ハッシュタグ勝手に2曲目予想、徳永選手のくしゃみ出ます？出ます出ます。本番始まる前に鼻がかいいって言ってた徳永選手大丈夫ですかね。はい、徳永選手の、おすすめの1曲はあいみょんでハートでした。正解者の方、いらっしゃいますでしょうかね。いますかね、ちょっと見ますね。今見ていいですか？はい、はい、怖いっすと。あ、でもですね、あいみょんでめっちゃ来てます、君はロックを聴かない、春の日、マリーゴールド、裸の心そしてハートと予想した方、なんとですよ、いらっしゃいました。お一人、一人いました。すごい、おめでとうございます。ということで、今回のステッカーは徳永選手からということで、サインをまた後ほど書いていただきまして、サンシャイン FM の、ツイッターのアカウントの方から、当選者の方にはメッセージを送らせていただきますので、またご対応のほどよろしくお願いいたします。
すごいですね、まさかの。すごいですね。ヒント出しすぎましたかね。関西出身の女性アーティストしかいないですよ。女性アーティストってあいみょんしかいないんですか。います。いやでも他にはあの和田アキ子さん、あと愛子さんを挙げてる方もいました。多分いっぱいいますよ。いっぱいいますよ。あいみょんさん、はい、いい曲ですよね。そうです。そうということで、当選した方おめでとうございます。ここで一旦インフォメーションをお届けしたいと思います。まずは今週末の、ホームゲームについてのお知らせです。11月28日日曜日はロコモ予防マッチデー、明治安田生命 J3 リーグ第29節テゲバジャーロ宮崎対ロアッソ熊本との戦いがユニリーバスタジアム新富にて13時キックオフです。この試合は宮崎大学とテゲバジャーロ宮崎がコラボしてロコモ予防マッチデー、そして今季最終戦九州ダービーということで盛りだくさんで行われます。そして先ほどもメッセージいただいてましたが、のぶさんが来場決定ということで、昨シーズンまでテゲバジャーロ宮崎はのぶさんの太陽に向かって咲く花、これで選手入場していたんですけれども、試合前に歌声を披露していただきます。3月にも来場いただいて見事 J3 そしてユニスタ初勝利、そして今日のゲスト徳永選手的に言いますとあのファンタスティックゴールが生まれた、そんなのぶさんが来て歌ってくださるということで、とても心強いですね。そうです。皆さん楽しみに、はい、していただければと思います。そしてあのこの熊本戦なんですけれども、チケットがもう全席種で完売しております。当日券は、ございませんのでお気をつけください。ダゾーンをはじめ今回ライブ放送も行われます。宮崎におきましては NHK 宮崎放送局総合にて、福西崇史さんと前園正清さんの元日本代表コンビによる豪華ダブル解説で放送がありますよということですのでね、ダゾーンまたは、こちらでご覧ください。そしてですね、駐車場の混雑だったりも予想されるんですけれども、できるだけ公共交通機関だったりもご利用いただきたいなと思います。ただ今節がですね臨時便が、ないということですので、こちらお気をつけください。熊本の D&S 列車特急川セミ山セミが、その時間運行されるんですけれども、こちらは JR 九州さんのテゲバ応援ツアー参加者様のみの、運行となりますのでお気をつけください。駐車場は9時に開場となります。駐車場は9時開場になりますが、路上駐車は、お控えいただきますようお願いいたします。またみなしろコミュニティの駐車場はこちらもテゲバジャーロの、試合用の駐車場ではございませんので、そちらにお止めいただくのもおやめください。注意点いろいろございますけれども、ぜひね安全に試合開催してみんなで最後まで楽しく盛り上がっていきましょう。そして、シーズンも終わりに近づいてきているということで、こんなリリースもありました。2021ファン感謝祭実施決定でございます。12月11日土曜日午前10時からお昼12時までユニリーバスタジアム新富にて行われます。参加無料です。詳細はまた追ってリリースが出ましたらお伝えしたいと思います。そしてもう一個ですね、来年のファンクラブ会員も募集中でございます。これ徳永選手内容とかって見たりしました？見てないです。ファンクラブの内容見てないです。学生会員、レギュラー会員、ゴールド会員、プラチナ会員、プレミア会員、段階を分けてあるんですけれども、ちょっとね面白い企画だったり、はい、取り組みだったりも見えますか？はい、はい、なんか気になるのありますか？この中で気になるのですか？気になるのなんかあんまり他のクラブではやってない特典だったりもあるのかなって思うんですけど。そうですね、うん、あんまりちょっと見たことないですか？はい、てかあんまりちょっと何書いてるか分かんないです。文章を読むのちょっと諦めないでもらっていいですかね。まあこれあのホームゲームでも案内があると思いますので、詳しく知りたい方はそちらご覧いただいたりですね、はい、見てもらっていただければなと思います。なんかあのこう会員さんの、ね、枠によっては選手の方にこうインタビュー体験ができたりとか、これすごいですね。あとは自分の背番号登録ができたりとか、はいはいはい、選手への独自インタビュー体験参加権ってすごいですね、うん、だからねちょっとグイグイっと、はい、ホーム戦全試合駐車場券急に読み上げ始めるじゃないですか、はい、見えてくるようになりました、はい、目されてきました、ね
はい、他は何かありましたかね。いや、以上で。以上で、はい、分かりました。ありがとうございます。切り替えもさっぱりしてらっしゃってあともう一個だけいいですかね。 JR 九州ウォーキングというイベントが開催決定しております。こちらスタート会場は日向新富駅で、1部2部3部と時間が分かれてございます。各時間1名ずつ選手が参加予定ということで、歩く選手は当日決定するそうです。で、参加特典もありまして、その1、ユニリーバスタジアム新富内のスタジアムグルメ100円引き。その2、手作り缶バッジプレゼント。これテゲバ選手の写真もあるそうです。そして3つ目、うちの卵マヨネーズプレゼント先着100名様。そして4つ目がおにぎりと大福の振る舞い、各先着50食どちらか1つとなっております。もうね、いろいろ特典がついてくるんですけれども、所要時間およそ2時間で事前の参加申し込みは不要ということなので、これまたホームページに詳細載ってますので、参加してみたいなという方はお時間、皆さんの都合がいい時間、1部2部3部ありますので参加してみてくださいということで、結構盛りだくさんのインフォメーションをお届けしてまいりました。ではここで1曲曲をお届けしたいと思います。ハッシュタグ勝手に1曲目予想からですね、曲をお届けします。ノブ、今太陽に向かって咲く花。ということで、ノブさんで今太陽に向かって咲く花お届けしたんですけど、ツイッターでうるうるしてるサポーターさんがいっぱいいます。やっぱこの曲ね、ここにいるんですか、観覧の方泣いてませんさっきハッシュタグ2曲目の当選発表したら中まで、うん、あ聞こえてましたね。はい、豊かですメールいっぱいいただいてるのでご紹介します。ラジオネームそらさんからです。徳永選手、アンナちゃん、こんばんは。今日も家族で楽しく聞いています。明日は父の誕生日です。テゲバのボランティアスタッフ解禁賞の父にぜひお祝いの言葉をお願いします。最終戦も頑張ってくださいといただいております。わあ、お父様が、ね、なんとボランティアスタッフ解禁賞、すごいですね。本当にボラスタの皆さんのおかげでね、毎試合毎試合、はい、安全に快適に運営できてますから、本当にもう感謝ありがとうございますの気持ちでいっぱいなんですが、明日お誕生日ということなので、じゃあ徳永選手、はい、一緒にそらさんのお父さん、はい、誕生日おめでとうございます、はい、行きましょうかね、はい、はい、せーの、そらさんのお父さん、誕生日おめでとうございます。最終節も来てくださるんですかね。だと嬉しいですね、うん、よろしくお願いします、はい、本当にいつもありがとうございます。ご家族で聞いてくださってるということなので、お父様も一緒に今聞いてくださってますかね。本当にありがとうございます、続きましてラジオネームキーボーさんからです。とっくん、こんばんは。こんばんはいよいよ最終戦ですね。もうすでに私はドキドキワクワク状態です。みんな同じですね。熊本戦も良い試合運びとなりますよう。テゲバ本当に強くてとても嬉しくてニヤニヤします。応援しています。今の気持ちどうですか。ってますよ。そして特訓の応援から始まり、テゲバの大ファンになり、毎週末が楽しみで仕方ない日々でした。いつも元気をもらっています。いろんなサポーターさんとのお話もできるようになりました。改めて特訓、テゲバの皆さんに、関わる全ての方に気持ちを込めてで、曲もリクエストいただいてるんですけれども、ありがとうございます、本心は最終戦後またしばらく見れないと思うと寂しいです。あ、途中ヘアスタイルが変わっていましたがお似合いでしたよ。では日曜すごい、じゃってじゃって終わりましたけど、途中ヘアスタイル変わってた。はい、結構今年いろいろ変わりましたね。なんか徳永選手って今日は、まあ、髪の毛ノーセットですか。ノーセットです。なんかそのくらいの、こう揃ってる感じっていうか、ちょっとマッシュっぽい感じのイメージで定着してるんですけど。はい、いや全然そんなことないですよ。本当ですか。いろんな髪型します。例えば常に最先端行ってます。そうなんですかでこの前はパーマ当てたりしてましたし、うん、結構いろいろしたいタイプですね。そうなんですね、最終節は、うん、でこれですねこれ今徳永選手の最先端なんでね。そうですね、はい、特訓、特訓って呼ぶサポーターの方多いですよね。そうですね、うん、
いや結構小学校のからみんなに言われてました。小学校から、はい、あだ名が特訓でした。じゃあ言われるともうなんか、はい、そうですね、特訓だよって感じですかね、はい、特訓だよって感じですねなんかちゃんと受けてくれるからありがたいですね。なんか私のこういう投げバンで投げたやつを仕方なしに拾っても仕方なしに、はい、ありがとうございます。まだまだメールいただいております。チャボさんからいただきました。こんばんは。今年の夏に母おばに試合に誘われて、そこからテゲバの魅力に引きつけられています。夜勤前でも試合を優先しちゃうくらいです。いつも素敵な試合をありがとうございます。ラストマッチ楽しみにしています。ご家族の方からこうテゲバきっかけ、好きになったきっかけだったということですね。こういうなんかこうつながりを広げてくださるのも、それにしても今年のあのゴールは圧巻でしたね。狙ってるんやからすごい。自分は2019年の琉球大ドラゴンズの試合の帰りの飛行機で雄大選手の隣に座ったという、おそらくテゲバサポーターでただ一人役を思う経験をしています覚えてます。覚えてますか、はい、あの時は気さくに話してくれてありがとうございましたあれからファンになっています。優勝に向けてチーム一丸となって最後の試合頑張ってください。来年もいてねといただいております。なかなか移動の、そうです ね、はい、でもめっちゃ覚えてます。うん、なんかすごく気使ってくれて、はい、試合終わりで疲れてるからな、あ結構すぐ寝ちゃいましたね僕も。じゃあお話とか、なんかこうこの話したなみたいな、あなんか一声かけてくれてちょっと喋らせてもらって、なんか気使ってくれて多分寝させてもらいました隣でぐっすり眠れましたか、はいはい、実家かと思いました。実家かと思った、はい、だそうですよ。サッカーバカゾーさん隣が実家みたいだったそうですゆかりさん、こんばんは。いよいよ最終戦、楽しませてもらえた今シーズンの最後、笑顔で終わりたいですね。以前おっくんがゲストの時に、今までおっくんと呼ばれたことがなかったとおっしゃっていましたが、とっくんはいかがですか。あ、さっきのお話にも ね、はい、そうですね、もう小学校から言われてましたね。奥田選手のことなんて呼んでるんですか。ひろきくん、あ結構でもひろきって言ってるのが少ないと思う。みんな奥田って言うの、奥田って言うみんな奥田って奥くん特くんで、なんか私はあのファン間のね、なんか覚えてる方いるかななんか体操服で、はい、今年も楽しみにしててイメージがある。今年どんなねやつがあるんですかね、はい、ぜひ皆さん、まあ、それも楽しみなんですけど、まずは今週末の試合ですね、はいはい、まずはそこに全集中で、はい、試合応援していただければと思います。ツイッターいっぱいいただいてるのでツイートも紹介します。あ、実家さんからもツイート来てますよ。マジか。特訓実家か、よし来年おったら特訓のユニかな11日の感謝祭行きます。あ、特訓だよ、かわいい我が宮崎に最高の週末をありがとう。最終節は、勝っても負けても笑顔で、いや勝利ですよ、これはもう絶対勝利です。特訓の鼻ってスッとしてて高いやん、むっちゃいい鼻してる。本当ですかありがとうございます。さっき一瞬鼻があってね、やってた時に見られたんですかね。しまっとってもらっていいですか。あ、すみません他にもですね、あ、特訓やっぱおもろい、プレーもトークも一番予測不可能や来てますよ。さっき文章を読むの諦めましたからね、なかなかいらっしゃらないですよね。他にもあ、さっきのおすすめの曲の主題、ドラマの主題歌になってたみたいで、ドラマ見てましたっていう方も多かったです。そしてノブが来たのも富山戦、特訓がゴールしたのも富山戦、ほらゴールするって見てますよ。なんかそんな予感が、はい、僕も予感してます。どんどんしてきましたよね、はい、他にも、あ、最終戦参戦確定したので何かしらお手伝いしますと。お、ありがとうございます。特訓のえぐいシュートロアッソ戦でお願いしたい。あ、ここからすごい2曲目予想、めっちゃ2曲目予想ほんますか、たくさんしてくださってる。危なかったっす、ありがとうございます。テゲバの鳥居あたりで選手にメッセージを横断幕に書くイベントと、スティックバルーンを配布するイベントをサポーター主催でやりますよ。おー、いろんなこと企画してくださってるんですね。他にも、あ、予想大会、またここめっちゃ予想大会めっちゃしてます予想大会がめっちゃ来てて、すいません、ちょっと過去ツイートも、振り返りたいんですけれども、いろいろ、あ、
そう、今週の日曜日は素晴らしいサンデーになるに決まってる。本当にそうですね。じゃあ、 あっという間のお時間ですが、一言、はい、意気込みというか皆さんにメッセージをお願いいたします。そうですね、今シーズン最終節なんで必ず勝って、まあ、最後試合ないですけど必ず勝って終えれるように頑張りたいなと思います。はい、ありがとうございます。徳永選手のスペシャルゴールも期待しております、はい、では、今日お越しいただいたサポーターの皆さん、そしてラジオの向こうの皆さん、徳永選手一緒にテゲバイバイで番組を締めたいと思います、はい、テゲバジャール宮崎全力応援番組テゲバレイリオ J での挑戦、それではまた来週、その前に今週末ユニスタでお会いしましょう。いきますよ、せーの、テゲバイバイ